はい、ゆきです。ですね、先ほどですね、今夜中の4時なんですが、いきなり G がね、子供ですね、が現れましたので、カマキリに、食べさせたいと思います。おそらく子供の、おそらくっていうか、ゴキブリだと思うんですけど、実際のところは分かりません。どこ行った、こいつですね。これゴキブリかな、こいつ。見た感じゴキブリっぽいんやけどね。ちょっとあれかな、ちょっと2チャンネルの昆虫スレにちょっと見てもらうか。2チャンネルの昆虫のなんとかスレに見てもらおう。これ確か寄せられるよ。ゴキブリなんかな、これ。ちょっと待てよ。フラッシュ、フラッシュを好きにしてると、あれどういた、あれどういた、あー逃げた、あれチャンネルのね、スレに聞いてみましょう。でカマキリちゃんはですね、必死に捕らえようとしてるんですが、このように、プラスチックのね、てか小さすぎるのか、カマがもうプラスチックの地面にですね当たってしまってですね、明らかにですね取れないという状況になっております。昆虫スレ、昆虫スレと、昆虫の、確か、これ何の昆虫ですかみたいな。これですね。これにと、画像をアップロードしてと、これですね。もしかしたらね、ゴキブリがですね、出てきた場所なんですが、俺今まで、ゴキブリはね、2年以上住んでますけど、ゴキブリ出てきたことないんですよね。もしかすると、なんかあんまり、あ、食ったの？あんまりですね、考えたくはないんですが、パソコンの中にですね、パソコンの裏側あたりからにいたんですよ。ささーって見えたんですよ。だからもしかすると俺ほとんどパソコンの掃除まるでしてないんで、下手をするとパソコンの中をすくってしてる可能性はあります。十分。ただね、一匹も今のところ成虫を見たことないんで、どうなんですかね。ゴキブリ2年間東京なのにさ、見たことないんだよ、マジで。だからちょっとあれっすね、ほんと自分でも不思議なんだけどね。ヒカキンさんとかは普通にゴキブリ何度も出てるじゃないですか。あの人、東京の、どこだかは知らんけど、あれ、渋谷とかに住んでるんじゃない？渋谷か新宿とかか。
もしくは六本木とかに住んでると思うんですけど、多分、高層ビルかマンションかに住んでるはずなんですけど、結構出てきてるんですよ。で、俺はアパートの2階なんですけど、全然出てきてないんですよ。見たことないんだよ。で、特にゴキブリの、ゴキブリなんとかっていう、まあ、なんだろうね、ゴキブリのさ、コンバットとかさ、ああいうの一切仕掛けたことないし、まあ、とりあえず、これ1匹出てきたってことは、10匹ぐらいいる可能性が非常に高いんで、まあ、見かけ次第、このカマキリ君に食ってもらうとして、ですね、まあ、そうですね、アマゾンで一番評価の高い、ブラックキャップをね、仕掛けるか。ちょっと子供が、このちっちゃい、かなりちっちゃかったんで、体長 5ミリぐらいだったんで、で今、もうカマキリ君全部食べましたけど、食べちゃったけど、まあ子供がいるっていうことは親もいるはずで、で、わんさか子供を産んでる可能性もあるので、ちょっとそれは俺ゴキブリが嫌いなんで、カブトムシは好きだけど、ゴキブリ、ほんとたまにね、カブトムシともね、嫌いでね、ゴキブリも嫌いっていう人いるんだけどね。カブトムシとゴキブリが同じに見えるとかいう人いるんだけど、僕はそんなことはないんですよ。はい、ちょっとどけ。君、ちょっと。はい。ね。よかったな。ゴキブリ出てきたら捕まえたいんだけどね。まあ、出たことないからね。うん、まあ、いい感じのね、生き餌がね、見つかってよかったです。ちょっとちっちゃかった。まあ、今後は、ちょっとブラックキャップをね、そこら中に装着して、まあ、ゴキブリは僕大嫌いな、昆虫の中でも大嫌いな虫ですから、触りたくはないですね。さすがに。まあ、ということですので、ね、まあ、美味しくいただいたんでしょう。いただいた、ね、カマキリちゃん、ね、まあ、深夜4時ですけど。ということで、ご視聴ありがとうございました。